ですね、金沢市内やってきましてね、金沢、何日に来たんかっていうとですね、親方のね、ちょっと現場でちょっとトラブルが発生したらしくてですね、水道屋さんを、手配するために、ちょっと立ち寄るって感じです。はい、ちょっとね、金沢っぽいんじゃないかっていうことで、こっちの路地に入っていったんですけれどもね、金沢っぽいのかどうかはよくわかんないですけど、ちょっと漁場を捧げる感じで、その鈴木の石垣がね、なかなか鈴木と言いながら何かちょっと固めてあるような、これは全部半築ですよね。半築ですかね、すごいですね、半築、うん、半築にこうなんかハートマークとかいろいろ書いてあったりとかしますけどね、半築だけど、これ半築のように見えて実はこれ塗ってあります。これは半築、最新の半築はこうやって、ね、中がね空洞になってるんですね。あかんじゃん。うん、はい。あ、こう宅配の方もね、こう歩いて配達してるのがなかなか、これは金沢なんでしょうか。うん。いい景色じゃないですかね。これ終わっちゃう、これも違うね、半築じゃね。これも一緒の形だ。正面の半築っぽいな。ね、正面なら半築っぽいですね、なんかね。これもそうかな。これも半築っぽい感じがするね。でもこの金沢には半築の距離が何キロって言ったかな、すごい。残念ながら金沢よ。すごいですね、最近のやっぱり半築はこう、あの、軽量化されてるわけですね。はい。素晴らしい。はい。すごいですね。この空洞の半築は。うん。で、こうあれ、表面にこう、やっぱ網をこう、こういう新しい半築の技法もあるようです。なかなかこれ、あの、本当に建築何もわからない人が、聞いたらですね、ちょっと何を言ってるのかなっていうんですけど、あの、半築っていう言葉でですね、検索をしていただけると、ちょっとよくわかるんじゃないかなと思いますのでね、僕が言ってるうんちくがよくわかると思います。燃えるんですか？燃えてますね、かなり燃えてますね。うん、ですよね、こちゃん、これ立体になってますからね、これちょっと浮かすと本中に立体になるみたいにいますね。すみません、今やっていいですか？これ、自分今、はい、道路にですね、地下鉄の経路かと思うぐらいですね、いろんな色がこう、書いてありますね。赤やら青やら黄色やら白やら、緑やらですかね、なんかこの黒っぽいあのアスファルトの線もあるんで、余計に賑やかな感じになってますね。いやー、こんなん初めて見た。あれがの金沢の斜め後ろ、はい、金沢ドーム。ああ、なるほど。これ金沢駅、こっち、あれあれ、あれですね、こっちですね、こっちが金沢駅ですね。はい、なんか新幹線ができてね、人の流れが変わったみたいで、すごい賑やかになったそうです。どんこれ、あ、違うな、新築ですね。あ、新築やの、石畑じゃないですか。石畑やね。金沢にこんなんあるの、はい、これはなかなかすごい面白い切り方ですね。初めて見ました。設計は、石川県金沢市のですね、西部緑地公園というところに来まして、ですね、これが産業展示館というところをね、今から目指そうと思います。産業館ですね。はい、ここでですね、一体何をやってるのかというとですね、うちのですね、女子大学がですね、うちの女子大学、うちの女子大学っていうのもなんか変な言葉ですけれどもね、うちのね、女子スタッフの、大学がですね、ここでですね、今日はの全県総連、のですね、四方転び大会の競技大会、これの四方転び大会の競技大会ですのでですね、これの、ちょっとごめんなさいね。
これの、全国大会に、ね、出場するということで、ここへ来ております。もうね、まもなくね、もう4時近いんでね、4時過ぎぐらいに確か終了やったと思うんでですね、競技してる風景をね、早く見たいと思うので、ちょっとね、急いでおりますけれどもね、ちょっといろいろね、現場とか寄ってきたんで、遅くなりましたけどね。今は終わりですね、ちょっと間に合わんだ。あの、ちょ、あんまこや、何番やったかな、74番、見てこう、あ、これですね、あ、結構綺麗に仕上げてるじゃないですか。はい、しかし四方転びがこういっぱい並んでる姿っていうのは壮観です。まあ、1位やな、優勝やな、全国優勝やな。優勝者の、地方からしっかり賞金が出てごめん、今先ほどつまびいて、こう傷つけてしまった。あの、今日は強力な親方が一緒に強力な親方が、うん、降りたからな、さっきその辺まで降ってんけど材料全部詰めるんですよ。あ、お世話になります。どうも、あの、うちのがお世話になりまして。どうも、お疲れ様です。いいですよ。いやいや、映ったそうですね。今日夜やってくれて。夜。あ、だから明日まで残らなかったのか。そうですね。やっぱその人数なんで時間がかかるんです。あ、そうか。早めまでって言ってきたのか。なんて。ほんなら、すいません、どうもお願いします。建設小町ですよね。はい、まさにですね、競技が終わった瞬間にこの会場に入ってきたっていう感じですけれども、なんとかね、でもね、まああの話ができてよかったですね。はい、ということで私たちはですね、この皆さんはね、懇親会とかでこれから別のところへ移動すると思うので、私はもうこれで失礼させてもらおうと思います。あれ、寿司家の親分どっか行ってしまった。うわ、すごい風。はい、そんなわけでですね、ここのですね、産業なんたらセンター、名前が全然わからないんですよね、覚えられないですね。産業展示館ですね。産業展示館参考館を後にしまして、私たちは愛知県の一宮市の方に、ね、向かいたいと思います。うん、これね、さっきまでね、ここに行ったんですけどね、今この金沢はここですね。ここから北陸自動車道をずっとこう通って、ね、こうあのちょっとこの辺をどうやっていくかなんて話してるんですけども、こっちね、一宮のとこ通って最終的に私はこの宮の通まで、入ることになります。特別マッキングエリア分かりませんけども、来てました。遠足のようにですね、あのおやつをいっぱい買い込んでいただきましてね、これすごいことが、こんな卵せんべいとかね、あとこれカステラもありますね、あとこれカレーセットとか、あとこう缶じゃないですけどね、これペットボトルコーヒーまで買っていただきましてね、これ楽しい、北陸自動車道の遠足です。